トは、アメリカ合衆国イリノイ州、ウィル郡とケンドール郡にまたがる都市であり、シカゴ都市圏に属する。シカゴからは南西に40マイルにあり、ウィル郡の郡庁所在地である。2010年国勢調査では、人口147,433人であり、2000年の106,221から38.8% 増加した。イリノイ州では人口成長率最大の都市であり続け、アメリカ合衆国全体でも高い方に属する。1830年代初期にジョリエットの街を計画した時はクック郡に含まれ、1836年にウィル郡が創設された時にその郡庁所在地になった。1833年、ブラックホーク戦争が終わった後、チャールズ・リードがデスプレーンズ川西岸に丸太小屋を建てた。1834年、運河委員会の財務官ジェームズ・ B ・キャンベルが川の対岸でジュリエット村の区画を決め、この名前はキャンベルが到着する前に地元の開拓者が呼んでいたものだった。1837年の布教直前にジュリエットは、村として編入されたが、間もなく住民が税金を軽減してもらうために、編入を取り下げるよう州に請願した。1845年、住人が集落の名前をジュリエットからジョリエットに変更した。1852年には、市制が敷かれた。ジョリエットという名前は、フランス系カナダ人探検家、ルイ・ジョリエから取って変えたものだった。ジョリエは1673年にジャック・マルケット神父と共にデスプレーンズ川を漕ぎ上がり、現在のジョリエットから数マイル南にある巨大なマウンドのところで宿営した。この地域をジョリエットが探検した時に作った地図では、現在のジョリエット市南西隅に大きな丘あるいはマウンドが描かれている。全体が粘土でできている。この丘はマウンドジョリエと名付けられた。この丘は初期開拓者によって掘削され、現在はくぼみになっている。このくぼみの跡が現在のロックデールの町になっている。ジョリエットは北緯41度31分21秒西経88度08分26秒、北緯 41.52250 度西経 88.14056 度。41.52250-88.14056 に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、市域全面積は 38.35 平方マイル。このうち陸地は 38.06 平方マイル。水域は 0.29 平方マイルで、水域率は 0.76% である。市域の広がりとして、スプロール現象を起こしており、9つのタウンシップに広がる不規則な形になっている。このことでは、イリノイ州の他の都市よりもタウンシップの数が多い。このタウンシップとは、ウィル郡内のジョリエット、プレーンフィールド、トロイ、ニューレノックス、ジャクソン、シャナホントロックポート、ケンドール郡内のナオセートスワードである。ジョリエットはその中心街がデスプレーンズ川に面する川の町である。州間高速道路80号線を東あるいは西から動くとしばらく平坦な道が続いた後で急に川に向かって降りていくことになる。このために道路から北を見るとジョリエット中心街が大きく見えることになる。ジョリエットの町はデスプレーンズ川の西岸と東岸をそれぞれウェストサイド、イーストサイドと呼び習わしてきた。両岸の大きさは長い間ほぼ等しかったが、20世紀後半になってから西側の拡張が始まった。中心街の多くの店や企業がそこを離れ、西側で賑わうようになった住宅開発地区に移った。多くの店舗は駐車場が多く、アクセスに便利な西側の新しいショッピングセンターに移った。今日ジュリエットにはウェストサイドと極ウェストサイドがある。このことで新しくセントラルジョリエットという呼び方が生まれ、基本的にデスプレーンズ川西岸で州間高速道路55号線の西側すべてを指すようになった。ジョリエットの中心はデスプレーンズ川周辺で発展してきたが、実際にはデスプレーンズ川とデページ川双方にまたがって広がってきた。市域内にはヒッコリークリーク、スプリングクリーク、歴史あるイリノイ&ミシガン運河がジャクソンクリーク及びオサーブルクリークなどいくつかの水路が横切っている。チェイス湖、ジューコ湖、ミシガン湖浜、ブランドン道路採石場及びレジャー湖など小さな湖や水域もある。2008年7月1日時点で、ジュリエットは人口でアメリカ合衆国の159位の都市だった。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。2000年4月1日から2008年7月1日まで、ジュリエットはアメリカ合衆国中西部では人口成長率最大であり、アメリカ合衆国では人口10万人以上の編入住み地域で18位だった。ジュリエットは中西部の多くの工業都市と同様、経済不況を経験し、1980年代初期には失業率 25% に達した。ジュリエットがシカゴ都市圏に近いことでいくらかは救われた。鉄鋼の街という位置づけから巡航街に変わってきている。この地域への新しい移民の大半はジュリエットに住むために移ってきており、隣接するクック郡やデュページ郡の中で働くことを選んでいる。中心街は一度は廃れたが、全体的な再活性化が進行中である。ジュリエット市内中心部で呼び物といえば、ハラーズカジノ&ホテル、野球のジョリエットジャックハンマーズ及び、ジョリエットの宝石と言われるリアルトスクエア劇場がある。この劇場は、世界でも最も美しい劇場10傑に入っている。ケビン・ベーコンの主演した1999年の映画、エコーズでは、リアルトスクエア劇場とウェスタンアベニューとセンター通りの角が撮影された。この映画はシカゴを舞台にしているが、ジョリエットはシカゴのサウスサイドと外観が似ており、シカゴのような都会よりも撮影が容易だった。ジョリエットのランドマークとしては地域歴史博物館とルート66観光案内所、さらにはシカゴランドスピードウェイとルート66スピードウェイがある。有名なジョリエット刑務所が中心街に近く、コリンズ通りにあり、テレビ番組、プリズンブレイクに登場した。1980年の映画、ブルース・ブラザースでも、冒頭シーンに使われた。主役のジョリエット・ジェイク・ブルース役で、ジョン・ベルーシ、エル・ウッド・ブルース役で、ダン・ウェイ・クロイドが出演した。デイリー・クイーンの最初のドライブインもジョリエットにあった。ジョリエット・ブキコは、近くのエルウッドにある。イリノイ州の主要刑務所であるステートビル矯正センターは近くのクレストヒル市内にある。アルカポネの行きつけの場所で映画館であるリアルトスクエア劇場は中心街のシカゴ通りにある。シャナホンとロックデール近くのエンプレスカジノとハラーズカジノ&ホテルという2つの川船カジノが中心街にある。市内に2つもカジノがあるのはイリノイ州で唯一である。多くのレストランや店舗もあり、ウェストフィールド・ルイス・ジョリエット・モールは、アメリカ国道30号線と、州間高速道路55号線の交差点近くにある。シカゴ通りとクリントン通りの北東角には、歴史ある公会堂がある。G・ジュリアン・バーンズが設計し1891年に、石灰岩で建設されており、宗教と民間商業用途を組み合わせた最初の建物として議論を呼んだ。サウスイースタンアベニュー20にあるジェイコブ・A・ヘンリー邸宅は3階建て、赤レンガの第二帝制、イタリアルネッサンス様式建築であり、1873年にジョリエットの石灰岩を使って建設された。構造は基板の上に乗っており、地界全体が世主の石切り場から採取した石灰岩で作られている。壁はイリノイ赤砂岩であり、オハイオ州で特別に焼かれた深い赤色のレンガが使われた。通りを見下ろす3階の塔が、この建築の焦点である。二重勾配の屋根に、鋼の飾り枠のあるスレートの屋根板となっている。正面と側面のポーチは、石灰岩の一枚厚板でできている。正面玄関した側道には石切り場で切り出された最大の石が使われている。この石は縦9インチ、横22インチ、厚さ20インチある。1885年、南ファサードに巨大なビザンチン様式ドームが追加された。内装としては丁寧に磨き込まれたくるみ材木工品が使われており、稜管のある彫刻を施されたポケットドア、オリジナルな木製マントル、忠実のくるみ材階段などがある。最初の所有者ヘンリーは、インディアナ州、オハイオ州及び、イリノイ州で鉄道を建設した、鉄道大建物だった。土地の石切り場を所有し、ウィル郡国定銀行の主要株主だった。この邸宅は1876年に、フィラデルフィアで行われたアメリカ建国100周年式典で、建築賞を受賞し、現在でもイリノイ州で残っているルネッサンス、復古調建築の最大かつ最善の例となっている。建物はイーストサイド国定地区で個々の建物が登録されている中でのランドマークとなっている。ジョリエットのニックネームの一つにチャンピオンの都市がある。このニックネームはジョリエットタウンシップ高校と小学校の学隊が何十年間にもわたって国内のタイトルを取ったことから付けられた。ジョリエットには中央、西及びカトリックの3つの高校があり、それぞれがスポーツを振興している。ジョリエットカトリックアカデミーはアメリカンフットボールの強豪であり、州内のタイトルでは2009年までに13回と最多を誇っている。ジョリエットはマイナーリーグ野球ノーザンリーグに所属するチームのジョリエット・ジャックハンマーズが本拠地にしている。ジョリエットにあるシカゴランドスピードウェイでは毎年ナスカーの試合を開催している。大きな大会があるときは、市内の人口が2倍以上にもなる。シカゴランドスピードウェイに隣接して、ルート66レースウェイがあり、ナショナルホットロッド協会の行事がある。ジョリエット中央高校は、代替燃料車を作ることで、ルート66レースウェイの行事に積極的に関わっている。アウトバーンカントリークラブもジョリエットにあり、2009年以来スコワールドチャレンジ。アトランティックチャンピオンシップ及びスター松田チャンピオンシップを開催している。市内には以下の4つのゴルフコースがある。他にブロードウェイ通りに近いホーンテッドトレール沿いに2つのミニチュアゴルフコースがある。またスプラッシュステーションと呼ばれる水上公園もある。ジョリエットの市域は次のように伸びている。ジョリエットはシカゴ中心から南西に40マイルにあり、長く交通の中継点となってきた。イリノイ州北部の主要水路であるデスプレーンズ川の両岸にあり、イリノイ&ミシガン運河の主要港の一つだった。エルジン・ジョリエット&イースタン鉄道が1850年代に開通し、アッチソン・トピカ&サンタフェ鉄道も間もなく続いた。アメリカ国道6号線、道30号線、道45号線、道52号線、及び、道66号線が市内を通っている。1960年代、州間高速道路55号線と、道80号線がジョリエットを通り、市域から西のシャナ本島を結んだ。ジョリエットの市章には、アメリカ中部の交差点という言葉が入っており、州間高速道路55号線と、道80号線が交差していることを意味している。ジョリエットにあるユニオン駅はシカゴからのメトラ鉄道線で終着駅であり、シカゴユニオン駅からヘリテージコリダー線及びラサール通り駅からのロックアイランド地区線が来ている。3つ目の鉄道線であるオヘアトランスファーからのスター線でも終着駅になっており、他にディビジョン通りに駅がある。ペースが週6日、バス路線を運行しており、中心街のターミナルから1時間に1本出ている。空港、編州ジョリエット地域空港が、州間高速道路55号線に近いジェファーソン通りにある。ルイス大学空港は、近くのロメオビル村の北部にあり、ジョリエット地域空港管区が所有している。主要ハイウェイ、編州アメリカ国道66号線、アメリカ国道53号線及び、イリノイ&ミシガン運河が、セオドア通りのすぐ南で重なるアメリカ国道6号線とアメリカ国道52号線、ジョリエットの南西部市域内には2つの大病院がある。ウェストサイドのプロベナセイント、ジョセフ医療センターとイーストサイドのシルバークロス病院である。2008年1月にはアドベンチストボーリングスブルック病院がミル郡内に開院した。2008年9月、シルバークロス病院がニューレノックスに新しい病院を作るために、これまでの病院を解体した。新病院は2012年開院を予定している。ジョリエット市公式サイトには次のように書かれている。ジョリエットは信仰面で多様化した社会であり、60以上の宗派が150以上の教会、シナゴーグ及び礼拝堂で礼拝を行っている。その精神的な支えに加えて、ロマネスク、ゴシック、ビザンチン及びルネッサンス様式建築の地域内でも優れた例を提供している。ジョリエットの精神社会は、新参の者も温かく迎え、礼拝や宗教教育の機会を提供している。ありがとうございます。